アントニオ・デル・ポライオーロ、アポロとダフネ・アントニオ・デル・ポンライオーロはルネサンス期、イタリアの画家、彫刻家、版画家、金細工師。また、エナメル技法に大きな貢献をした。アントニオ・ディアコ・ポ・ポライオーロ、アントニオ・ポンライオーロとも呼ばれる。アントニオ・デル・ポンライオーロは、フィレンツェで生まれた。弟のピエロ・デル・ポンライオーロも、画家でよく一緒に仕事をした。二人の作品はに、 古典主義の影響が見受けられ、また人体解剖学への関心の高さも示している。伝えられるところでは、兄弟は知識の向上のため、実際に解剖を行ったと言われている。ポンラヨーロという筆名は、父親が鶏肉の売買をしていたことに由来している。アントニオは、最初、金細工、金属細工を、父親か、アンドレアデル・カスターニョのどちらかから学んだ。カスターニョは、 おそらく絵も教えたのだろう。アントニオ・デル・ポンライオーロ、ヘラクレスとヒュドラ、アントニオのいくつかの絵は、過剰な残虐性を示していて、その顕著な例は、1473年から1475年にかけて、フィレンツェのサンティッシマ・ーヌンツィアータ聖堂のプッチケ、礼拝堂に描いた、聖、セバスティアヌスに見ることができるだろう。その一方で、逆に、女性を描いた、肖像画は、 15世紀の肖像画の特徴だが、落ち着きと服装のディテールに最新の注意が見て取れる。しかし、アントニオが大きな成功を収めたのは、彫刻家及び金属細工師としてであった。もっとも多くの場合、弟のピエトロと共作だったので、正確にどれが彼の作品かを判断することは難しい。裸の男たちの戦いは、唯一現存しているアントニオの版画である。大きさ。 宣伝鎖ともに、イタリアの版画レベルを引き上げ、現在でもルネサンス版画の傑作の一つと考えられている。1484年、アントニオは、ローマに今日構え、そこで、ローマ教皇シクストゥス4世の母碑を制作した。人物の誇張した表現には、またしても解剖学的特徴が、はっきりと現れている。1496年、アントニオは、 すでに始まっていたサントスピリト教会制具室の仕上げをするためにフィレンツェに戻った。アントニオ・デル・ポライオロ、裸の男たちの戦い、ハンガアントニオはローマで死んだ。死んだ時はかなり裕福でサンピエトロ大聖堂のローマ教皇インノケンティウス八世霊病も完成させていた。埋葬されたのはローマのサンピエトロ・イン・ビンポリ聖堂で弟の隣に記念碑が建てられた。 何と言っても、注目させられるのは、人物の動きに対する理解の深さである。人物の動き、張り詰めた筋肉の状態に対するアントニオの解剖学的な分析は、他のフィレンツェの画家たちに大いに貢献した。さらに、風景に向けられた先駆的な関心も見過ごせない。アントニオは、解剖学の研究のため死体を解剖し、それは、レオナルド・ダ・ヴィンチの出現を予想していたと言われている。 アントニオの弟子の中には、ボッティチェッリもいる。ありがとうございます。